年末特別企画モンスタークッキング。まずは出場チームのご紹介です。 EX チーム、イエーイ。続いて刺身チーム、ウィッ、イエーイ。ということでね、今日はモンストと料理を掛け合わせた新企画でございます。というのもですね、僕思うんです、モンストは食材の宝庫だ。もう一回言ってもらっていい？もう一回行きます？それではもう一回行きます、ね、川家さんが頑張っているところではありますが、ここでモンストクッキングのルールをご説明します。テーブルに並んだ降臨モンスター、その下にモンスターに関連する食材が置かれています。食材をゲットするためには、そのモンスターの降臨クエストを4人マルチプレイでクリアしなければなりません。もし万が一クエストに負けてしまった場合、そのクエストへの挑戦権はなくなり、食材をゲットすることはできません。調味料は自由に使って OK。 最終的に美味しい料理を作ったチームの勝利。料理の判定はサナパッチョさん、パナエさんが味、見た目、独創性の3つで採点をします。追加のルールがございます。え、何ですか？それがですね、こちら縛りボックスでございます。星6クエストであれば1枚、星5クエストであれば2枚紙を引いてください、うん、その紙に書かれた縛りの内容に対応しながらクリアを目指していただきます。怖い怖い怖い、うん、どんな縛りが、縛り怖い、縛り怖いですね。聞いてからのお楽しみということで、なるほど。それではね、早速始めていきたいと思います。制限時間は50分です、うん、モンストクッキングスタート。小指プレイ、小指でプレイ、小指で、楽勝じゃん。いや、楽勝じゃないですか。行こう、ね、ということで、両チームともそれぞれ行くクエスト決めつつ、そうですね、はい、そしてね、1人5人で1チームなんで1人あぶれてしまうので、その人が前準備をしているというね、状況でございます。はい、食器を準備したりしてますね、うん、リックスさんチームはサンダーバードですかね。お、両チーム小指でプレイということで、なるほどなるほど。待って、押せない。刺身さん、はい、ボタンが押せません。それは知らないの。これはブルーロブスターですかね。そうですね、ブルーロブスターを選択。なかなか攻めた。さあ、その間にサンダーバードをクリアしていきたいところでございますが、はい、早速ボス戦ですね。そうですね、サンダーバードはやはりね、アリスっていうのはやっぱ強いですね、うん、早っ。さあ、ということで、リエクスチームサンダーバードをクリアしましたので、はい、クリアしましたね、サンダーバードの食材ゲットとなります。さあさあ、ミヤボーさんバトンタッチ、ミヤボーさんにバトンタッチで、ミヤボーさんは料理得意なんですかね、はい、多分得意じゃないでしょうね、ちょっとが怖いということなのでさあ、エプロンをタスキのようにバトンタッチして、ヤボーさんエプロンに苦戦してますね。そうですね、早く準備したいところですが、ヤボーさん今エプロンに苦戦しております。リエクスチーム次は英語禁止で炊飯ジャープレイということ、スタートアウトですよ。さあお味噌を、さあ大さじってどんぐらいなのかなと、ちゃんとすり切ってますね。恐る恐る、さあ、さあ刺身チーム、ブルーロブスターボス戦ラストゲージまで来ましたね。じゃあもう結構、じゃあ準備も結構順調なようなので、うん、かなりいい感じですね。そうですね、天ぷら粉を用意してるので天ぷらを作る気ですかね。これもほんとちょっとする。さあ、宮坊さんの料理かなり感覚派っぽいですね。そうですね、まあ、宮坊さんの方で自由にしてもらっても全然問題ないかなと。さ
リエクスチーム炊飯ジャーも無事クリアしました。おブルーロブスター、ブルーロブスターエビですね。エビですね。しかもボイルされている。エビの殻残しといて。さあ炊飯ジャーの具材とサンダーバードの具材を今やっと手に取りましたね。やっと手に取りましたね。さあ何が入っていたのか。何だったんでしょうか。まあ分かりやすく鶏肉のようですね。刺身チームの縛りは、お、炎を一体連れていく。なるほど、結構きつそうな。きついですね、うん、はい、ということで10分経過しております。残り40分、はい、さあ料理ができるのか。刺身チーム、うん、肉丸に入りましたね、はい、結構ね、料理においてニンニクとかそういうの大事ですからね、うん。リエクスチームは何のクエストか、こちらは鍋奉行ですかね。チーム同士でちょっと、ね、両チーム豆板醤入れがちですね、うん、そうですね。宮本さんがすでに反省をしているようです。鍋が温まったみたいですね。そうですね。なんとなくエビとあの調味料の感じだとエビチリを作るのかなというような印象でございますね。普通だと豆板醤もまあ納得はいくというか。そうですね。ふうやさんはずっと調味料混ぜてますね。そうですね。ふうやさん、まあ、言うてやることがないでしょうね、ね、今ね。さあ刺身チーム肉丸クリアしました、はい、さあナビオさんはこれ多分ニンニクの皮を茹でて出汁を取ってるのかな。皮から出汁は取れるのか。ちょっと僕の知ってるやつじゃないんで、もしかしたらなんか新しい何かが生まれるのかもしれないですね。あ、ナオクロさん、なんか見覚えあるポーズで皮入れてますけど、うん、インスタでめっちゃ流行ったやつですね。見覚えあるけど、それそんなに多分飛ばないやつですからね。塩じゃないですからね、うん、割とね、ほぼほぼ黒魔術に近いようなスープを作ってる感じですけど、 S ランクです。クリアさえできれば、うん、さあ刺身チーム玉ねぎヘッド無事クリアということで、はい、S ランククリアできているかどうか、うん、S ランクか。 S ランククリアですね。 S ランクということで無事玉ねぎヘッドゲットでございます、はい、うん。さあ刺身チームは玉ねぎヘッドクリアしましたので、はい、そのまま玉ねぎヘッドは玉ねぎですね。さあお互いにいい感じに準備は整っていますが、まだ時間がねもうすでに半分切っているので、ここからどうするのか。さあリエットさんはイケメンに弱いんでね、うん、カメラマンさんがイケメンなことに緊張すると。カメラマンさんに作ってあげるつもりで作れば、うん、次順番です、はい、順番って言わなきゃいけないから順番打ちます。打たないで打たないで。おっと刺身チームがハッカクリザードまさかの負けてしまいました。負けてしまいましたということで、ハッカクリザードゲットならず、うん、負けてしまった場合は再挑戦はできないということで、ということなので、はい、あ、できない。じゃあこれ今度知ってきます。残念ながらハッカクリザードにはもうチャレンジできません。でも逆に良かったかもしれないですね、うん、ハッカクがね、あのパナエさん嫌いなので僕の情報だと、はい、刺身チーム先ほどの玉ねぎ揚げてますね。いいですね、うん、いい感じに揚げてきますね。揚げようとしてるというか揚げてますね、完全にね。かき揚げみたいな感じなんですかね、うん、そうですね。そしていい感じに天かすもできてますね、うん。
さあ残り20分となってきました。もう30分経過したということでですね。さあ鍋奉行は具材の宝庫じゃないですか。鍋奉行、鍋奉行無事クリアということで、かなり、ね、いろんな食材ゲットしましたね。はい、今のところ刺身チームの方がだいぶ進んでるように見えるので、そうですね、ここから逆転の可能性が、確かにあの具材さえあればね、うん、うん、さあその間に白さんは片栗粉を水で溶かす感じですね。ですね、はい、あんを作る感じでしょうか、うん、さあとろみが出てきました。かなりとろみが出ましたね。 TX チームの鶏皮もなんか美味しそうになってきましたよ。そうですね、鶏皮自体は多分焼いたらそのままでも美味しいのでね、うん、うん、シロさんは料理上手ですね。ですね、はい、複数いろんなことをこなしながら、いや料理うまい人って僕の中ではあの片付けもうまい人なんですよね。料理しながら、うん、なるほど、うん、さあ残り15分となってきました。はい、皆さん残り15分です。はい、さあ刺身チームプリンセスノッコ無事クリアしました。キノコゲットですかね。おー、シロさん玉ねぎ切るの早い。素晴らしい素晴らしい。さあスープに一応スープに使いましたね。あのスープにあのスープはどう使ってくるのか。お、あ、エビを結構切ってそれをどう使っていくのか。どうするんでしょうか。スープに入れたあのスープ、まさかのあのスープどうなるのか。あのさ、ニンニクの皮とエビの尻尾入ってますからね。そうですね、ニンニクもね、一応ね、ごと入ってたりするんで割と出汁は取れてるかなと。じゃあ、エビとニンニクとキノコ全部入れちゃいます。入れちゃいました。さあ、刺身チームプリンセスノッコ、さあ、プリンセスノッコですが、意外なキノコ、えのきと舞茸かな。おー、なんか想像してたのとちょっと違いましたね。椎茸とかしめじ系かなと思ったら、うん、意外とね、うん、X さんチームもねかなり食材は揃ってきているので、ナス、ご飯、うん、そして鍋の具材一式、そして今ナスを手に入れようとしますからね。なるほど、ナス手に入れれそうですね。手に入れましたね、うん、無事。これじゃあナスじゃなかったらどうするの。だってあれっすね、雪の神さんがエビをとりあえず細かく切っておりますね。これは3品目目になるんですかね。ですかね、うん、ただこの今行水に行っていますが、行水は何の食材が手に入るのかちょっと僕も分かんないですけど、確かにまんま餃子なのか、まんま餃子が来たらもう餃子を作るための食材がもらえるのか、ね、だとしたら餃子の皮とかなのかな。あ、なるほど、何がゲットできるのか。EX チームは先ほどもう残り15分になりましたが、そうですね、あまり間に合うのか。今のところ EX さんチームで作られたの見たのは鶏皮を焼いたやつっていうのしか見てないですね。酒のつまみですね。そして EX チームはこれは満館全席に行きましたね、うん、なるほど。さあ刺身チームは無事行水クリア。よくよく考えてみるとなんですけど、はい、一番最初の方に作ってた風屋さんのあの合わせ調味料は何だったのか。何なんでしょうね。ちなみにモカピは麻婆茄子が得意料理です。おでもね、食材が全然、あの調味料が全然足りないんですよね。そんな中、やっと先ほど調味料しか作れなかった風屋さんが再びバトンタッチということで、うん、やれることが出てくるんじゃないでしょうか。これでまた調味料しか作れなかったら一番面白いですけどね。さあ、行水は餃子の皮。これはどうするか。ニラとかミンチとか入ってなかったですね。なるほど、餃子の皮をこれから風屋さんが揚げましたね。揚げていく。これね、揚げていくとね、ほんとね、でもね、いいんですよ。美味しいですから。リエックスチームは、うん、今何をしてるところでしょう。さあ、残り5分となりました。皆
さんラストスパート頑張ってくださいね。ラストスパート頑張ってください。さあ、冬屋さんが盛り付けているのはなんかぽいな、中華っぽいな。見る見る見る、あの感じ見る見る。あ、冬屋さん見せる。器の方にソースをかけるという、プロっぽい。さあ、そしてリエックスチームは無事満館全席クリアしましたが、そうですね、残り5分切ってるので、残り5分切った中で鶏肉を焼き始めた。これは間に合うのか。さあ、直弘さん最後に何をするのか。あのスープはどうなるのか。もうラストということで、最後は全員で、もう全員で最後は何を作るか。リエックスチーム一体何になるんでしょうかね。そうですね、リエックスさんチームが一番怖いですからね。何やったら鶏皮しか焼けてないんで。お、あの黒魔術スープ、お、あれに誰が味をつけるのか。味をつけずにいくのか。誰か味見をしてほしい。お、直弘さんがあのスープを味見した。首をかしげた。さあさあさあ、直弘さんが塩を入れてますが大丈夫か。その量はまあまあ入れてるぞ。あれは結構飲んだら危ない量の塩。ああ、まあ入れている。僕が見たことないぐらいの量の塩を入れましたね。直弘さん、小城さん。ここでスープに、ここでえのきを入れる。しかも石突きついたまんま。リエックスチームはナスを投入して調味料を合わせました、はい、そうですね、これはこれで美味しそうになってきましたね。一番最初に作った調味料はここでやっと、うん、さあ、あのスープは本当に何なんだ。何なんだ。さあ、残り1分、はい、リエックスチーム、いい感じの炒め物になってますね。え、お、まさか、これ何入れてます。ワインをあのスープに、え、あれ、これ、なんだろう、なんだろう、なんか郷土料理なんですかね。どこかの。さあ、スープを上澄みだけをいくんだ。残り10秒、最後までこだわりますね。8、7、6、5、4、3、2、1、終了。さあ、皆さん手を止めてください。すごい、もう職人じゃん。それではこれからサナパチさん、パナエさんに料理の試食をしていただきます。今回どちらのチームがどちらの料理を作ったかわからない状態で試食していただき、味、見た目、そして独創性の3つの視点で判定をしていただきます。それではまず A の料理からいきましょう。はい、怖いよ。A の、はい、こちらが A の料理ですね。 A の、それでは A の料理をお召し上がりください。はい、あ、そういう感じ。いただきます。いただきます。鶏かな。いや、でもこれ鶏も鶏な、鶏とナスがニラ。とりあえずあれなんですね。まずは食材を何かを確認しないと。あんま見たことない。あ、なるほどなるほど。そうそう、でもナスと鶏の丼ぶりみたいな感じなのかな。うん。食べてみます。いただきます。結構大きい。どう？うん。予想通りの味。何これ？あ、肉か。なんかなんだろうね。親子丼みたいなテンションなのかな。美味しいです。続いて B の料理いきましょう。はい、いやー、こっちちょっと怖いんだよな。これは無理なんだよな、難しい。無理、無理っていうのもおかしいですよ。男性込めて作らはったんですから。これをつけろってことだよね、多分ね。え、つけるんだ。このでもさ、飲むのかと思ってた。原通にしてはさ、すげえ茶柱みたいな。なんだろうと思って。油、え、このさ、これは何の、これ、なんか油かすみ。油かすみたいな、かけてあんねん。つけるんだ。これ超いい。この中だったらこれぐらいしかつけるもんだよ。だってほら、説明ないの。いただきます。だっておかしくない、これ。これスープなんじゃないの。なんでか分かんない。
いっぱいありますから、今回これちょっと嫌だから、じゃあこっち来て。あんかけってことだよね、うん、多分天ぷらにあんかけ、うん、うん、え、このあん何？え、なんか不思議だね、みたらし団子みたいな味するんだけど、なんなんなん。でも全然このマッチしてないよ、なんかさ。なんだこれ、なんだったんだろう、人が作ったやつ、なんだこれ。限られた時間の中で作ってますから、大切をしてないからさ、そうですよね、シェフがね、でもないからちゃんと見た目と味とこの独創性ってところだけで判断していただきたいので。あ、そっかそっか、うん、そうそう、いただきます。なんかえのきみたいなのって超面白い。いただきます。一番、うん、この中では美味しい味。はい、はい、それでは B チームの方の料理についての感想もちょっとお聞きしたいんですけど。感想、これがマジでこの、ね、パスをかけただけなんじゃない。ね、油かすをかけるっていう新しい独創性ではあるね。それでは結果発表をしていきたいと思います。 A チーム37点、 B チーム26点。ということで DX チームの勝利。チームの方でちょっと特徴があったのがサナパチさんなんですけど、はい、味、見た目ともに2点、独創性のみ9点と。そうですね、うん、まあ、そこ狙いに来たのかなっていう気がして。絶対あっちのチームだよね。勝利した DX チームからまず感想を聞いていきたいと思います。普段やっぱモンスめちゃやってるんですけど、うん、まあ、料理っていうジャンルはやっぱりね、なかなかね、そのプレイする機会がなくて、結構やっぱりね、自分の無力さをね、認識するとともにね、俺もちょっとでも料理もしてみたいなとは思いました。おー、これから。そうです、だからとても良かったです、この撮影。私は大体、食材を切るという担当だったんで、あと鶏皮炒めましたね、一緒に。そう、一緒に炒めました。素晴らしい。最後にね、5分ぐらいみんなでいっぺんにやるっていうのが楽しかったかなと思います。料理勉強しておきます。ありがとうございました。そして最後にリーダーのリエックさん、いかがでしたか。はい、リーダーらしいことは何もできず、片栗粉をまぶすぐらいしかできなかった。やっぱりチームで、ね、協力してできるっていうのがモンストの料理もすごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。ございます。続いては惜しくも負けてしまった。惜しくも。点数的には。ナオピロさん、お願いします。まあ、あの透明な器にあったスープ、温野菜のスープなんですけど。え、なんでスープ？これスープ。まあでも、あのちょっとしょっぱかったよね。しょっぱかった。しょっぱかったよね。うん。今後料理系のキャラじゃ注目していきたい。結構名だたるストライカーの方々の無駄遣い企画がと言われるんじゃないかなっていうところだけものすごい不安で、独創的なところをできるメンバーだというところで、そういうことができたので良かったんじゃないかと思っております。ということで第1回モンストクッキングは DX チームの勝利となりました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、第2回あるかもしれないのでね、その時までに料理の腕も磨いていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。ご視聴ありがとうございますって私が言うと思わなかったやつ、モンスト公式チャンネル登録してないんですか。してくださいね、ぜひね。はい、今年でモンスト5周年迎えたので、引き続きよろしくお願いします。公式チャンネル登録してください。そしてエクフラチャンネルもチェックしてね。ではバイバーイ。